どうもこんにちは、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。実は MacBook にあるアプリを一つだけ入れるだけで生産性が上がるというアプリの紹介ですね。ちょっと早口言葉みたいですが、アプリをね一つだけ説明をして、まあ実際にどういう風に使うのかっていう使い方を実演したいと思います。この動画を見ていただければですね、今日からすぐ使えるようになります。では早速行くんですけども、結論から言いますとですね、アルフレッドというアプリになります。いわゆるランチャーアプリと言われるものなんですけど、これはね本当絶対に使った方がいいと、もう断言できます。じゃあこのアプリ何かっていうとですね、アプリの起動が高速でできるものですね。え、それだけみたいな思った方、ちょっと侮ってはいけないですよ。まさかですけど、MacBook でアプリを起動するときに、ドックっていう下のね、アプリ並んでるところから起動してる人って、まさかいないですよね。例えると、スマートフォンあるじゃないですか。スマートフォン使ってて、まあ、使い終わったら別の部屋に、例えば置いといて、で、また別の部屋に移動して、まあ、違うことやって、で、またスマホ使いたくなったらまた取りにその部屋に行くみたいな。いや、隣に置いとけばいいじゃん。まあ、それぐらいにドックから起動するのって結構非効率だなと思うんですよ。まあ、僕もね、昔そうだったんですけども、でもこれアルフレッドだと一瞬でできます。使い方非常にシンプルで、ダウンロードして、コントロールキーとオプションキーを同時に押す。一文字入れるだけで一瞬で起動できます。まずアプリをね、探すっていう考えをやめた方がいいと思いますね。アプリの起動っていうのね、もちろんできるんですけども、画像とかファイル、書類とかも簡単に検索することができます。で、大体仕事とかね、勉強の効率が悪い人って共通してるんですけど、もいろいろ例えば書類を探そうとして、探してるうちに別のことを始めちゃうんですよね。まあ、例えば画像とかね、書類探してて、あれなんか昔の彼女の写真出てきたみたいな。おー、仕事旋回みたいな。これね、僕もたまにやっちゃうんですけども、これがアルフレッドだと迷路に入っちゃうことがなくなるので、非常に効率的に作業できるかと。ただですよ、まあこういうふうに思う人もいるんじゃないかなと思って、そんなアプリを起動なんてね、もう数秒の違いじゃんみたいな。そんで何が変わんの？確かに。まあ僕も確かにそう思います。ただですよ、よーく考えてみてほしいんですけども、例えばそのアルフレッドとドックで起動する時間の差が例えば2秒としましょう、1回。で、2秒で1日20回ぐらいやったとすると、2秒かける20回、1日まあ40秒の差ですね。だったいいんですけど、これは例えば30日間毎日やってると仮定すると、40秒かける30日で1200秒ですね。1200秒ということは分に換算すると20分間ずっとこうマウスとかトラックパッドの移動を繰り返してるっていう、非常にもったいない。で、さらにですね、この20分が年間にすると240分なんで、もう4時間ですよ。もう4時間ずっとやってるんですよ、これ。やばくないですか？しかもこれ、ま、20回でね、一応2秒っていう過程なんで、これをもっと書類を探すとかだと、まあ、例えば1分とか使ったりするじゃないですか。それを考えるともう1日とか2日変わってくるんで、もう旅行に行けるレベルですよ。もうこういう風にちょっと考え方を変えてみると、まあ、数秒の時間でもね、非常にやっぱ重要だなと分かっていただけたと思うので、なんで簡単にですね、このアルフレッドの使い方とかですね、まあ、導入方法をご紹介したいと思います。では行きます。アルフレッドをね、実演をしていくんですけども、ダウンロードは主に2通りあるんですけども、アップストアの方からダウンロードしたいと思います。例えばアルフレッドってね、アルフレッドって打つと、まあこういう検索結果が出てくるので、これね、僕もダウンロードしてあるんで開くになってるんですけども、入手みたいなところでダウンロードしていただければ、すぐにですね、使えるようになりますので、あと普通にアルフレッドね、ダウンロードとかで検索しても、アルフレッド自体のサイトからダウンロードもできます。まあ基本その2通りだと思いますね。ということで、ダウンロードすると、これ設定の画面が出てくるんですね。プレファレンスっていうのかな。で、設定なんですけども、これがね、ジェネラルっていうところの、アルフレッドホットキーっていうのが、デフォルトだとこの、オプションキーとスペースキーを押すと、こういう感じで、検索バーみたいなのが出てくるので、まあ、これはね、普通に、例えば、コマンド、わかんないけど、A とか、いろいろ変えれるんで、打ち込むと。ここは何でも自分の好きなようにしてもらっていいと思います。あとは、フィーチャーズの、デフォルトリザルツっていうところなんですけども、多分ここら辺チェック入ってなかったと思うんで、フォルダーとかね、アーカイブとか、画像とか、書類をね、検索対象にするかみたいな、これも自分でね、結構設定できたりするんで、まあ、細かい設定はね、調べていただければいいと思うんですけども、で、次、アピアランス。これ見た目ですね。僕は一応ダークモードで使ってるんですけども、例えばじゃあライトにしたら、こういう白い画面であったりとか、まあ、いろいろ自分の好きなようにしてもらえばいいかなと。まあ、文字の大きさとか、まあ、オプションでいろいろこう、帽子をね、隠すとか、メニューバーアイコンを隠すとかいろいろあるんで、これ自分好きなようにやってもらえばいいかな。機能のちょっとね、説明をね、実演しようかと思うんですけども、めちゃくちゃあってね、正直。拡張とかもね、できるんで、便利なやつだけ5つ、まあよく使ってるやつ5つだけ紹介します。まず1個目が、コマンドスペースを押すと、これ出てきますんで、1個目ですね、さっきまあ言ったような、アプリの起動ですね。
じゃあ例えばフォトショップっていうアプリ使うんです。例えば P ですね、頭文字を入れるとこういう感じで出てきます。ファイナルカットとか多分よく使われてるね、上に出てくるんですけど、これ選択するもしなくていいんですよ。まあここで多分エンターを押すと、フォトショップが起動されます。いちいちね、あのドックに行ってこう選んだりしなくていいので、まあ、僕はサムネイルをね、フォトショップで作ってるんですけども、まあこういう感じで、まあ起動ができますと。で、続いてですね、書類ですね。書類の検索。まあ例えば、今回ちょっと画像にしようかなと。まあこの書類の名前を打てば、頭文字が出てくるね。銅像マットみたいな。っていうのが欲しかったら、こういう画像がパッと出てくるっていうね。めちゃめちゃいいですね。もちろん普通にね、フィンダーとかで書類の、名前とか打てば、こういろいろ出てくるんでね、まあ、頭文字で出てきます。で、続いてですね、Google 検索です。実はここで検索もできちゃいます。例えばじゃあなんでアルフレッド例えば Mac みたいな検索したいとしたら、これもエンターを押すと、もうこのままあのブラウザ行くんで Google こういう感じで使えるんですね。はい。ただちなみに普通 Google 検索だとこういうサジェストキーワードっていうのが出てくると思うんですけども、まあ、今回はね、僕の使ってるタイプでは対象タイプで出てこないと思いますね。このサジェストキーワードっていうのは、アルフレッドって打っても出てこないんですけど、まあ、これもなんか拡張機能で、これは課金しないといけないのかな。基本全部無料なんですけども、まあ、拡張したかったら、サジェストキーワード出したかったら、ちょっと課金したりとか、拡張を自分でまあできるんで、それはちょっと調べていただければいいかなって感じですね。で、続いて4つ目が電卓です。電卓。例えばさっきの場合で、40秒で30日40秒でして30日したらどうなるのかって、そしたらこれ1200って出てくるっていうね。で、僕電卓アプリないんで、ここ何もなんか書類みたいになってるんですけど、本当エンターすれば電卓アプリが起動されると思います。これね、地味に便利ですね。なんかイコールとかすればまたいろいろ拡張できたと思うんですけど、ちょっと忘れました。はい。ここ調べてみたらいろいろできますので。で、5つ目がですね、システムコマンドというものなんですけども、システムコマンドって何かっていうとですね、まあ、一応このフィーチャーズのシステムコマンドっていうところに入ってるんですけども、例えば、スリープモードにするとか、このリスタートっていうやつは再起とか再起ですね。で、シャットダウンするとか、まあ、シャットダウンあんますることはないんですけども、例えば、スリープさせたい画面が、ね、スリープテストって言ったら出てくると、画面が、消えます。こういうのが、ね、サッとできたりとか、ちょっと面白いのがエンプティトラッシュ。ピーッと押すと、いや、音で分かったと思うんですけど、ビビビッて、ゴミ箱を空にしてくれます。まあ逆にこれ T でトラッシュでね、起動したりとか、今空になってますね。こういう感じで使えたりするので、非常にまあ便利ですね。はい。ということで、いろいろ活用してみてください。気になる方はもっとね、調べてみれば面白いと思います。ということで、今回使用したね、アルフレッドのリンク、ダウンロードリンクとかも、多分参考の記事とか概要欄に貼り付けておきますので、よかったらそちらも参考にしてください。で、こちらのチャンネルではですね、こういったね、IT、初心者の方でも IT リテラシー上げるようなね、動画だったり、生活の質とか、効率上げるような家電とかね、ガジェット紹介してますので、もし動画がね、少しでも役に立ったと思いましたら、まあ、グッドボタンだったり、チャンネル登録、お願いいたします。はい、SNS のね、フォローの方もね、最新情報を受け取りやすくなると思いますので、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。